じゃこんにちは、はい、豊さん、はい、徐々に豊さんの精度が上がってきました。何の精度が上がってきたかは今日の動画なんですけれども、素晴らしい、目の焦点が合ってきた。順位予想です。あたぼよ。それはもうゲームが進んできてるし、怪我人の状況もわかるし、はい、まあそうなってくる。あんまり偉そうに言わない方がいいかもわからんけど、はい、まあだけど戦ってる雰囲気だとか、はい、そういうのを考えると、うん、まあ、大体当たってくるよね。だんだんこう照準がね合ってきましたよ、はい、さあ今日は豊さん恒例の1ヶ月後予想です、はい、順位の、はいはい、今からなので次の予想はオールスター前までの順位がセパともにどうなっているかと、はい、井上豊さんにまた大胆予想、これ1ヶ月おきにやってますもんね、はい、で前回は5月の30日にじゃあ6月の終わり時点でどんな順位になってますかというのを予想していただきました、はい、発表して答え合わせ、はい、セリーグの1位は阪神、はい、豊さん阪神、はい、セリーグの2位は今 DeNA、 豊さん DeNA、あ、2位はでしょ、そう、2位、うん、合ってます、はい、で、セリーグの3位、今巨人なんですけれども、豊さんが予想していたのは巨人でしょ、合ってます、ビンゴですよ、はい、で、4位、はい、現在広島、豊さんは4位に広島、合ってた。で、ここだけです。豊さんは中日を5位、6位にヤクルトにしてたんですけれども、今ここは中日が最下位でヤクルト5位と、ここだけでしたね。いや、ビンゴですよ、ほぼ。いや、ゴンがかけたからなあの差ですか。あの差かも。いや、だから、はい、お見事です、セリーグ、はい、あ、ありがとうございます。素晴らしいです、はい、だいたい1ヶ月交流戦でもこんな感じになっていくだろうなと思ってました、はいはい、まあ、中日がね、交流戦の出だし良かったんだよね、はい、だけどちょっと尻つぼみになっちゃったというね、うん、まあ、そこだけだな、うん、ヤクルトも悪くはなかったんだけど、ソフトバンク、オリックスに6連敗したというね、ここら辺が帳尻が合わなかったなっていう感じがするけどね、はいはい、ただ他の、ね、上位4チームはそのまま当ててきたので、これはそう、はい、その阪神と DeNA のゲーム差がちょっと縮まるっていうのはどうでした、はい、予想してましたか、それともここまで縮まるとはっていう感じでした。まあ、両方ともいいって思ってたからね、交流戦は。だからここまでは縮まらないとは思ってたけど、はい、予想外だったのはやっぱもう返す返すも抑え、はい、まあ、そこがなちょっと誤算を招いたよね、阪神、そうですね、だから本当だったらプラス4勝してるからね、だからそんなに差は縮まってないはずなんだけど、はい、やっぱそこだけだよね、縮まったっていうのはね、はいはい、で巨人がやっぱ3位に上がってくると予想してたんですか、はい、巨人はね、バッティングの状態が上がってきてたんだよね、はい、で、まあ、途中から菅野が入ってきたりだとか、うん、まあ、中継ぎ菊池をはじめ、うん、非常に安定感が出てきたと思うね、はい、で大勢が危険球退場で、ね、うん、もうノーアウト1、2塁絶対絶命から中川を抑えるとか、はい、頼りにできる人たちが活躍し始めたという、うん、はい、だからまあまあここもある程度バッティングということを考えると上行くだろうなんで、下には行かないなと思ってたから、そのバッティングもやっぱり状態、例えば丸選手だったりとか、まあ、もちろん、ね、坂本選手にしても上がってくるだろうなっていうのは、まあ、岡本も良かったですね、はい、その前から、あとは梶谷が、まあ、ある程度彼らしい働きもしてくれるようになったしね、はい、そういった意味ではこう安定感は出てくるだろうなと思って、ただホームランが出なくなった時にはやっぱちょっと辛いけどね、うん、そうですね、でもブリンソンを思いっきり外したりだとか、はい、いろいろしたのが良かったのかなという感じがするよね、うん、動きやすくなった、あ、うん、そうですね、で浦さん DeNA はやっぱり首位にはしてなかったんですね、まだね、うん、ただオールスターは首位で迎えるような気がするよ、お、まあ、この後ちょっとね新たな順位予想を聞いていくんですけれども、うん、 そのあたりじゃあ楽しみですけど、はい、ここでまた広島触れないと広島のファンに言われるので、一応4位の広島も4位は4位のままだったんですね、爆発的なことがないんだよね、ちょっと平均的なんだよ、はい、でここから爆発的にガーンとくるんだったらやっぱ大皿が勝てないといけない、うん、で栗が安定的に投げてるんだけど援護点がない、投打の歯車っていうのがちょっと合いにくいよね、うん、うん、そこだもん安定してる、まあ、本当にいいんだけど、だけどこう歯車が合わない時があるんだよね、多く、はい、ここら辺がやっぱ安定的に合ってくると、あとは爆発力だな、はい、がこういつ出てくるかっていう、うん、ことだよね、うん、さあ続いてパリーグいきましょう、はい、パリーグは現在オリックス首位、はい、豊さんの1ヶ月前の予想の1位はオリックスでした、でしょ、そのままです、そう2位ロッテさん
偉そうに言ってるあなただけだけそうでしょう、ね、なんかそうでしょうっていうのがちょっと不安げだったけどちょっと若干ね若干ね。で2位は現在ロッテ、はい、豊さん予想2位ロッテ、はい、3位現在ソフトバンクです、はい、豊さんの予想そのまま再ソフトバンク、はい、4位現在日本ハム豊さん予想は4位合ってます、はい、ここだけです。セリーグと一緒なんですよ。そうだよ、はい、西武と楽天だけが豊さんは逆にしていたということで、はい、まあ、現在楽天が5位で西武が最下位と、はい、これ、まあ、オリックスロッテソフトバンクは、まあ、こういう感じでいくだろうなっていうのはありました。まあ、オリックスの投手陣だよな、それと、まあ、ロッテは春先、まあ、確かに良かったけどもピッチャーの質を見た時にやっぱオリックスが出てくるだろうなと思って、あ、まあ、ロッテも悪くはないけども、はい、まあ、ポランコがちょっと、ね、いい時に抜けちゃったりとかさ、そうですね、だからまあそういうことでちょっと足並みが揃わない部分もあったよね、でもまあポランコも上がってくるし、はい、まあ、これからだよね。そうですよね、はい、で新たに交流戦でね、あの、はい、上がっていった選手たちもロッテには多いので、はい、角中選手だったり、ね、山口選手だったりとか、でそのままソフトバンクは5、3位。ソフトバンクはね、6月に入ってコンちゃんがものすごくいいんだよ、はい、でも逆に柳田が悪いんだよね、だからここら辺が揃えば春先柳田がすごく良かったんだ、でコンちゃんが打ってた、はい、ここの2人が揃わないんだよね、だから爆発力が出てこないというかさ、それも豊さんは交流戦の中でそうなんじゃないかなって予想は、いや、そこまで、ただ全体的に見て、うん、すごく藤本監督がどうしても勝たなきゃいけないというプレッシャーの中で戦ってるから、はい、もうすごい慎重なんだよね、はい、だから爆発力が出てこないというか、うん、いけーっていうのがないんだよね、なるほど、うん、なんかちょっと小さくなったりとか、まあ、するところがあるからね、はい、なかなかこう勢いがつながらないというかね、はい、うん、まあ、そんな感じは受けてたり、ずっと、うん、で、ゆたくさん4位に日本ハムと予想していたのが当たりました、はい、はい、だから日本ハムはミスさえしなければもっと上を詰めていくと思うし、はい、いい野球やってるよね、楽しい野球を、うん、そうですよね、はいはい、で、この5位と6位の西武と楽天を逆にしていたんですけれども、西武がゆたくさんを5位にしていた、これね、西武の高橋光成、今井、はい、まあ、松本とかエンスとか、あそこら辺がやっぱ勝てないもんね、なかなかね、そうなってきてますね、やっぱエースの高橋光成が勝てないというか、はい、交流戦でね、なかなかこう勝ち星を拾えなかったっていうのが、で平を変えて、ね、逆転されるとか、はい、だから平ぐらいじゃないもん、ちゃんとこう、はい、ゲームを作って勝ち星を拾えてんのがね、はい、だからまあそこら辺がちょっと誤算だったな、そうですね、ピッチャー陣がね、うん、勝てなくなった、あと楽天はやっぱ上に来たのは打線がつながりだしたっていうことだよね、6月に入って4、はい、5に3割バッターいるからね、はい、6月だけで見るとね、うん、だから非常に打線がつながってきたから、もともと安定した投手陣を持ってるだけに、まあ、上に来るよね、そうなりますよね、うん、さあそんな照準が合ってきた、はい、豊さんが予想する、はい、オールスター前までの順位表、これオールスター前日までとしましょうかね、はい、までの順位表を今から発表していきたいと思います、はい、まずはセリーグ、まあ、DeNA、 あ、ここ入れ替わりますね、入れ替わるな、一旦、え、一旦入れ替わる、一旦入れ替わる、一旦入れ替わる、おお、これはなかなか後ろの再生っていうのは難しいよ、はい、それと打順でちょっと悩んでるな、岡田監督が、やっぱ3番を誰にするのか、はい、6番を誰にしようか、ちょっと悩みが多くなってきたんだよ、はい、それとミスが増えてきた、うん、まあ、この3点だな、はい、3点で一旦下がる、一旦2になる、一旦って言っとくけど、はい、うん、で DeNA の方はやっぱこう後ろの問題は抱えてても、うん、桑原は近いうちに戻ってくるだろうし、はい、打線の悩みって全くないもんね、はい、だから、はい、で守りもそんなにうまいとは言えないけども、うん、でも阪神よりはやっぱエラー数が少ないというね、まあ、そういうことを考えるとやっぱ一旦オールスター前までは行くな、はい、おお、一旦じゃあ首位に躍り出るってことですね、俺はね、はい、そう思う、ということは DeNA が首位で2位に阪神でいいですか、3位は巨人、ここ巨人がその2位に行けない、3位止まりなんですね、まだね、まだ、お、怖い、いや、ま、まだというか、だからオールスターまでの巨人は戦い方がすごく大事だよね、うん、はい、今シーズンを占うって言ってもいいよ、これでも下がるようだと全く優勝には手が届かない、はい、
だけど食らいついていって差をもうちょっと縮めるようであれば、はい、三つどもえになってくるし、はい、これで差が詰まらないようだったらおそらく一騎打ちになる。阪神と DeNA の一騎打ち。そう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 。ただやっぱり巨人を3位にしててその B クラスにはしてないっていうところはこの1ヶ月豊さん的に巨人はどんな戦いができるっていうふうに思ってますか。俺はねデーブがやっぱこう地味に振り込みをさせてたでしょ、はい、あれが俺じわ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 効いてくるんだと思うよ、うん、これから、はい、やっぱねやったものっていうのは正直に出るよ、うん、でどこよりもやっぱ振らしてるからだからここら辺が夏場になってきて俺は出てくるような気がするんだよ。だから楽しみなんだよオールスターまでが、うん、でここら辺でやっぱこう形がもう一つこうしっかり固まれば、うん、もうジャイアンツの三つどもえになってくる。おお上位三つどもえ。そうですね、うん、じゃあ3位が巨人と、うん、4位広島だな。あ、ここは変わらずですね。広島はやっぱりもう言うけども大瀬良が勝てるかどうか、はい、それと歯車が合うかどうか、うん、あとやっぱり抑えの問題があってその林は素晴らしいバッターなんだけどさ、はい、守備者としてやっぱ物足りなさがある、うん、ここら辺をどう考えていくのか新井監督が、うん、だからそこも大きな問題だと思う。そこポイントになりそうですね、うん、で坂倉も良くなったとはいえ、はい、まだキャッチャーとして少しミスが目立つところもあるし、まあ、ここら辺がオールスターまでに確立されて後半いける、うん、オールスター明け戦っていけるような体制が整えば四つどもえ、はい、広島もあるあるんですね。なくはない。あとそのおっしゃってたその抑え、はい、矢崎投手なんかで栗林投手が復活できるのか。そうだな、はい、そこもポイントの一つだな、うん、なってきそうですね広島。だから力は持ってるよ広島は、はい、まあ、どう組み合わせていくか。あ、そのピースをどういうふうに組み合わせて、うん、カチッとはめて戦闘態勢に持っていけるかっていうことですよね。この中でペースとしたら巨人が一番いいペースで来てるから、うん、ペースはね、そうですね、そんなに力まない で、 、はい、で阪神は岡田監督が力まなくていいって言ってるのに勝手に選手たちが力んじゃってるから、ね、今ね首位に立ったので、そうそうそう、でなんかこう馬なりで走ってるのは DeNA、うん、でも欲が出てきてるでしょこれで、はい、だからその欲が一旦首位に立たせるっていうかね。うん、でも立った瞬間にやっぱ疲労度プレッシャーそういうものを感じなければいいなとは思うけどね。あ、そこが一つちょっとこう気がかりだ。そうそう、だから一旦は立つっていうのはそういうところで、うん、はい、うん、さあ5位です。5位はヤクルト。これそのままですね、うん、まあ、ヤクルトもやっぱ打てるよ、はい、中日の比較は打てる圧倒的に、うん、で中日はピッチャーいいって言うけど今度夏場に入ってくるでしょ、はい、そしたら何が一番いいのかっていうとやっぱ打てるチームの方がいいんだよ、はい、ピッチャーバテるから、うん、まあバンテリンというドームでやるけども、いやだけどそういう面ではやっぱり実力があるのはやっぱりヤクルトの方が全然上だ。うーん、まだまだね、まあ、経験者だったり。そうそうそう、そうですね、はい、で中日がそういう意味でまだちょっと最下位から抜け出せないのかな。中日はねバテ出すよ。これはなぜかというとやっぱルーキーがいたりだとか、うん、細川も今まではよくやってるけども、まあ、あの子の意地だったら多分やり通すかなっていうような感じはするけども、うん、1シーズンフルに出た経験がないでしょ、はい、だからそういう意味では精神的なスタミナ、まあ、体力的なスタミナだからどこまで持つのかなっていうような、うん、まあ、本当によくやってるけどね細川なんか ね、 そうですね、もう本当にあのもう嬉しいよ。あ、まあ、嬉しいぐらいよくやってくれてるけど、はい、まあ、最後まで持ってくれたらいいなと思ってるね。そうですね、うん、でも1シーズン長いからな、本当に長いから。そうなんですよね、今レギュラーとして頑張ってるからね、はい、その長さに耐え切ってほしいなと思うけど ね、 ね、こっからもう本人の未知のゾーンに入っていくわけですもん ね、 そうだね、はい、さあパリーグ行きましょう、はい、パリーグの首位は、まあ、オリックスだな。あ、ここ変わってませんね、はいはい、だからオリックスは6勝のピッチャーが3人いるんだよ、はい、原トップの、はい、で山本、山下俊平と宮城、はい、それを追ってが山崎幸也、はい、どうしよう。そうですよね、もうね、それなかなかやっぱりね崩せないよ。ただ山下俊平はこれからやっぱこう少し苦しくなるかなと思うけど、うん、経験がねないから、はい、まあ、だけど持ってるポテンシャルがすごいからさ、はい、そなんかびくともしないような気がするんだよな。それをもなんかもう卓越して超えていきそうな感じがするっていう。そうだね、だからまあリリーフ陣もある程度充実してるし、うん、はい、平野が疲れた時の代わりは山崎総一郎っていうのがいるし ね、 ね、はい、だからまあ硬いかな。
バッター野手陣も安定してっていうところですかね。そう、うん、2位です、まあ、ソフトバンク、はい、さっきさ、はい、ソフトバンク3位って言ったよね。そうなんです、すいません、俺もおかしいなと思ったんだよな。はい、だからソフトバンク今2位、現在2位だよね。俺の予想が3位 で、 でこれ外れてんだよね。合ってることにしちゃいました。いやだから全部俺が合ってるから、まあ、合ってるような雰囲気になったら、はい、なっちゃうんだよ。すいません、なっちゃいましたけど、これが暗示なんだ。いや怖いですね。怖い。いやだけど、そうです、そうです、 0.2 ゲームで、まあ現状今ね、ソフトバンクが2位でな、はい、だから先ほどのが修正するとしても、はい、今2位という、はい、まあ2位だな、まだ。おお、だ、豊さんはソフトバンク2位で、で、まあ現状も2位なんですけど、2位と、そこは。ここはやっぱピッチャーの質の違いだな、うん、やっぱソフトバンクも悪くはないけど、はい、一つ上行ってるのはオリックスだもんな。ただこれからバッティングって言うけども、はい、ある程度の選手が打たないとソフトバンクの場合は勝てないんだよ。例えば近藤であり栗原であり、うん、それはもちろんやられてた、はい、だからここら辺がどう打ってくるか、うん、だと思うんだよ。でオリックスの方はやっぱね、手を変え品を変えっていうこれに慣れてんだよね、あのチームっていうのは、はい、出たら勝ちをする、うん、だから疲労度を考えながら使っていくということができるというね、はい、うん、だから頓宮がいるし、そうですね、杉本いるし、あとね、頓宮と杉本の並びも、はい、牧宮崎みたいな並びで、迫力あるよ。ありますね。破壊力がある。だから、まあ、そういう意味では、そういう売りっていうのが、ソフトバンクの方は近藤と柳田、うん、はい、これがもうすごいんだよという絡みが今のところないんで、まだね。はい、だからこれが出てくると、チャンスはあるだろうけども、やっぱ投手陣を考えると、やっぱオリックスの方が。で、はい、やっぱり2位がソフトバンクかなと、うん、で3位はまだロッテかな。あ、ただロッテがちょっとこう下がってきてるっていうことにはなりますよね、まあ、今現在もロッテ3位ですが、まあ、上と 0.5 ゲーム差ではあるんですけど、うん、そこ日本ハムとはいくつ、日本ハムとは6ゲーム差です、うん、ここと兼ね合いになってますね、豊さん。いや兼ね合いにならない、まだ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 失礼なロッテに怒られるじゃんお前。でも差は縮まってくるのかなとか一緒に。あ、でもロッテの方は石野がよく頑張ってる、ただ種市がちょっと落ちてきてる、三馬がちょっと勝てないとかね、まあ、そういうところは出てきてるよね、はい、うん、だからホームランバッターっていうのも山口ぐらいしかいないし、はい、まあ、ポランコが戻ってきてどのぐらい打ってくれるか、うん、まあ、調子は上げてきてるけどね、パ・リーグの野球にも慣れてきてるし、だからここら辺がどういう風になってくるのかっていうのがね、うん、今まではこう足とか、はい、若手の勢いとか、うん、まあ、そういうので一旦首位に立ったりとか、はいろいろしたけども、うん、まあ、佐々木朗希がセ・リーグで阪神と DeNA にやられたとか、うん、やっぱ佐々木朗希が確実に勝てないといかんよな、あそこはね。だからまあ3位かな。3位、うん、で4位は楽天とどっちが何ゲームある。楽天と今日本ハムは2ゲームです。4位と5位が、あ、日本ハムは上と6ゲーム、楽天はその日本ハムを2ゲームで追いかけてます。悩んでます。私日本ハムがロッテとの差をちょっと縮めて5位との差を広げていくのかなっていう予想するのかなと思ってたんですが、いや楽天がいい、楽天は来る。どうしますか、じゃあ4位と5位はこの1ヶ月。これはね、俺は粘り切ると思う。日本ハムか、うん、でも楽天は来るよ。来る。じゃあまず日本ハムが、いやだから上との差をどんどん縮めてくると思う、楽天と日本ハム、 ハムはじゃないと、日本ハムはそのままで楽天が縮めてくるよっていうんだったら変えなきゃいけないけど、うん、そうです。これはねちょっと差を詰めてくるような気がする。やっぱねあそこの打線を打ち出したら、うん、破壊力もある。楽天ですよね。で王郷が成長した、はい、ね、この3番に据えてる王郷っていうのは、うん、今後も活躍していくだろうし、岡島が良くなってきて、まあ、浅村は実力者だからね、はい、あとはやっぱ辰巳をまた1番に戻したりとかしてるけど、辰巳次第だし、はい、あとはやっぱこうトレードの松原も、うん、あまだしてないから、ね、一瞬と思っちゃってまだしてないからいやなんかこう一番バッターが隔離されてくるとでかいと思うけどな。さらにまた上に行けるってことですね。でも日本ハムが俺は粘り切ってオールスターを迎えると思うんだよね。おー、だって日本ハムのピッチャーもいいもん、防御率いいですから ね、うん、ね6チームの中で、はい、ただミスをしないことだな日本ハムは、うん、ただ
そこは楽天は日本ハムは抜けないっていうところですよ、ギリギリ。だからそこら辺をしのぎを削ってたら、あ、いつの間にか上とちょっと縮まってるっていうような、はい、そんな感じになってくるのかなというような感じがする。あ、だからそこからオールスターまでその日本ハム楽天が非常にこういい台風の面になる、うん、あ、そうですね、行きそうですね、豊さんの予想では。そうそう、で西武が最下位から抜けられない、やっぱり問題が多すぎるな、うん、はい、うん、と思う。野球やってる雰囲気も他球団とは違って、うん、少しこうおとなしめだもんね、うん、本来その西武の野球って豪快じゃない、はい、三振してももう全然関係ないみたいな、はい、そんな感じの豪快さがあったんだけど、豪快さが潜め打てない野手陣に対してピッチャーの不満もあるだろうしな、はい、まあいい循環はしてないね。そうですね、うん、それがなんとなくこの1ヶ月もそのままのズルズルいってしまいそうっていうことです、うん、やっぱり、ね、今年見てると確かに古賀とか柘植とか一生懸命キャッチャーとしてね、まあ、やってるけど、バッティングもそうかもわかんないけど、キャッチャーとしての完成度っていうのがやっぱ森の抜けたっていうのはでかいな、はい、投げてるピッチャー陣たちも、まあ、多少不安を持って、まあ、投げてるのかなっていうような感じがするよね。そうですよね。西武どうですか、このオールスター前まででなんかちょっとトレードとかで誰か、まあ、キャッチャーなのかその言ってる一番の選手なのかどっかなんか補強で取ってきたりとか、そうするとまた変わっていったりとか、まあ、一番を取ってくるっていうのはそう都合よくは取ってこれないよね。うん、ただやっぱ、まあ、先ほど冗談で名前出したけど、はい、松原なんかはね、うん、元気もあるし、そうですね、うん、生き生きしてるしね、だから、まあ、そういう意味ではそういう勢いを借りるというかさ、うん、まあ、そういうことがあってもいいかもな。あとキャッチャーはどうですか、やっぱそのピッチャー陣先発陣に勝てなくなってきてるの。いやもうね、育てなきゃいけないよ、いきなりトレードしてね、そんな優秀なキャッチャー出せないよまあそうですね、だからまあ優秀なキャッチャーを出せるとしたらヤクルトに、あ、まあ、半年間貸してくれっつってレンタルで、うん、レンタルで、はい、その代わり先発ピッチャーできる人間を一人貸すからっていう、はい、そしたらオフになったらまた交換しましょうみたいな条件があってもいいと思うんだよ、レンタルで。はい、まあ、そのぐらいまあ現状ちょっと厳しいっていうところがありますよね、うん、さあ豊さんの1ヶ月予想、はい、次はオールスター前までに答え合わせできますけれども、はい、果たしてもうどうなるのか、おーってなってる、さらにドンピシャに来るのか、そうだよ、裏目のに出るのか楽しみにしていてください